白土海岸の散策を切り上げて温泉で一日の疲れを癒します。山陰地方には至る所に温泉があります。今日の温泉は宝亀温泉。地下1万3000メートルの深さから湧き出しています。雨水が8000年もの長い間さまざまな成分を吸収したお湯なんだそうです。もちろん汲み上げたお湯を空気に触れさせずにそのまま湯船に注ぐ純水かけ流しの温泉です。バブル浴槽もありますが、驚いたのは温泉プールでした。車椅子に乗っても入れるリハビリプール。筋トレを兼ねて何回も往復してみました。障害者にも優しく、入浴料も格安なこの温泉、公共の施設かと思ったら民営でした。私たち以外には利用客がいなかったので、夕食は道の駅の休憩室を利用しました。広くて明るい休憩室です。こんな休憩室があると助かります。5日目です。この日のメインは水木しげるロードですが、途中にある倉吉平壁土蔵館と宝亀古代の丘公園に立ち寄ってみます。小雨が降っています。山陰自動車道は道幅が狭く、トンネル内では壁や中央を仕切るポールにぶつかりそうになって全身が硬直します。トンネルとトンネルの間は高い橋で風にあおられます。そんなわけで法定速度で走っているので後続車に迷惑をかけています。なんとか自動車道から脱出、左方向で倉吉の町に入りました。室町時代に宇都吹城の城下町として形成され、江戸時代は陣屋町として栄えた町で、江戸・明治期の建造物が多く、重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。多摩川に沿って土蔵が並ぶ路地がありました。思いがけない素敵な通りです。上半分は白い漆喰仕上げ、下半分は黒い焼き杉板の腰壁、赤い瓦は当該に強い島根の石州瓦です。ここ入っていいんだろうか。入っていいんだろうか。裏門が開いています。迷っていると散歩していた男性が近づいてきて案内の先に立ってくれました。付近の方のようです。いろいろと説明をしながらどんどん進んでいきます。間口は狭いけど信じられないほど奥行きの長いすごい屋敷です。江戸時代にはきっと豪商だったのでしょう。今この屋敷は観光客に開放されているようで、家の中にまで入れてしまいました。外に出て振り返るとここが店の表でした。目の前は表通りです。鉄筋コンクリートの建物が建っています。明治時代の銀行だそうです。この蔵の建つ地域は商人の町で、このまま通りを進むと武士の町となるようです。
ほんの思いつきで立ち寄った倉吉の町ですが、案内してくれた親切な男性のおかげで、またとない素晴らしい時間となりました。次は法器古代の丘公園です。大山を迂回してそこまでの距離はおよそ50キロ、1時間以上はかかるでしょう。山陰自動車道ではなく一般道の国道9号線を走りますが、この道路にもインターチェンジが備えられていた自動車道並みの道路でした。弓ヶ浜半島の付け根近くまで走ってきました。高床式の古代建築物が見えてきました。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。総数17基もの古墳が密集する場所に史跡として整備された公園です。東西南北350メートルもの広さがあって、冒険広場や体験館などもあり、すべて見ていたら夕方になってしまいます。これなんだ。出雲地方独特の四隅と呼ばれる四隅突出型墳丘墓はあるんでしょうか。それを目当てに歩いてみます。古墳と思われる小さな丘には木が生えていて、古墳の形がはっきりしません。拍子抜けしてうろうろしています。よくわからないね。もううっそ木が茂っててね。え、どこかで声がすると思ったら穴から人が出てきました。こんにちは。なんか調査ですか？あ、違います。すごいカメラ持ってるけど、テレビ局？あ、テレビ局ですか。古墳よりこの方が楽しい。本当にいいとこだな、ここ。いいですよね。テレビ取材をしていた石室に入ってみます。四隅古墳が見つからず、がっかりする古代の丘でしたが、偶然ながらテレビ取材の現場に遭遇し、間近にその様子を見られたことで、これ以上の嬉しさはありません。大満足です。白壁土蔵群といい、古代の丘といい、私たちは運に恵まれているようです。この運の良さが出雲地方の縁というものでしょうか。縁を信じて水木しげるロードに向かいます。到着しました。ルートガイドを終了します。
対岸は幼い頃の水木しげるさんが夜になると不気味な思いを募らせて眺めていたという島根半島です。街中の水木しげるロードを探して歩きます。